平成2年10月13日、ロッテオリオンズのエースとして23年間戦い続けてきた村田兆治に現役生活最後を告げる日がやってきた。息子の最後の晴れ舞台を見ようと母親の吉江さんが、そして吉子夫人も球場に足を運んだ。村田は2万人を超えるファンが見守る中、野球人生最後のマウンドへ向かった。さあ、いよいよ村田兆治が最後のマウンドに向かっております。小雨の中、ゆっくりと今一歩一歩この瞬間をかみしめるように足を運んでいます。村田兆治、現役23年間公式戦最後のマウンドへ立ちます。村田兆治、果たして今どんな思いがその胸の中をよぎっていますか。プロ入り通算604試合目のマウンドに立ちました。マスクをかぶっているのは長い間村田と連れ添った袴田捕手、右のバッターボックス辻。さあ、いよいよプレーボール。村田、キャッチャー袴田のサインをずっと覗き込んだ。さあ、万感の思いを込めて振りかぶった。まさかり投法第1球を投げた。昭和43年、村田は広島の福山電波工業高校から東京オリオンズにドラフト1位で入団。150キロの剛球は大きな魅力を秘めていた。ファームの方から誰かいないかという話をした時に、まあ、村田君の名前が挙がったんですけれども、その非常に変則的なモーションだけれどもですね、非常にボールは速い、速いがしかしですね、もうコントロールがもう全然できない、なってないんだという話を聞いたんですね。だからまあそれで実際見て何とか一人前にしようということでですね、彼が2年目のキャンプを九州の指宿でやったんですけども、でその時にいわゆる英才教育といいますかね、彼を一軍に上げるための教育をしたわけですけれども、いわゆる自分の長所を生かしたピッチング、彼の威力のあるですね、あの変則的なモーションというのはバッターが合いにくいわけですから、もっともっと力を出すということで、コントロールを全く私があまり指摘をしなかったということがかえってよかったんじゃないかなと。以後村田は豪快なマサカリを理論的にも優れた投法へと着実に進化させていき、昭和51年には初の20勝をマークした。マサカリ投法の名が世に知れるとともに、ロッテのエース村田のイメージも定着。昭和57年まで7年連続の開幕投手を務めた。またその剛球とともに打者に脅威を与えたのが切れ味鋭いフォークボールであった。暴投が怖くてフォークが投げられるか、村田の気迫は三振の山を築いた。剛腕村田の行く手に死角はないように見えた。村田投手のですね、体の特徴はずば抜けた広背筋を備えてたということですね。広背筋というのは腕の脇のところについてる大きな筋肉なんですけど、投げるとき、一番必要な筋肉で、その大きさによってですね、その速球が、出るということを左右されるんじゃないかと思います。普通でしたら、片手でこう揉んだりできるんですけど、あまりにも大きい広背筋なんでですね、いつもこう両手を使って、ほぐすような、感じでやってました。でやっぱりこの23年間ですね、第一線で流れ抜けたっていうのもこの大きな広背筋を、備えていたからではないかと私は思います。プロ14年目を迎えた57年5月の近鉄戦、初回突然の激痛が右肘に走った。順風満帆の村田の野球人生に暗雲が立ち込めた。あらゆる治療を試みても治らない右肘、村田は体にメスを入れる最後の賭けに出た。ロサンゼルスセンチネラ病院のフランク・ジョーブ博士、当時その名を知る日本人はほとんどいなかった。村田兆治はもう一度投げられるならばどんな手術でも受けようと思って私のところへ来たんです。私は彼の決意は正しかったと思っています。というのは、患者が本当に治したいという気持ちがなければ、医者がどんないい手術をしても成功しないものです。医者と患者の気持ちが一体となっていい手術結果が出たんです。誰も経験したことのない大手術の後には
辛く苦しいリハビリトレーニングが待っていた。再びマウンドに立つ日は来るのだろうか。言い知れぬ不安と挫折感に苦しむ村田に追い打ちをかけるように父の島出が重なった。しかし村田は屈することはなかった。そうですね、またやるんだっていう気持ちでもう本当に必死でやってましたしね。そういうところを見てて本当にすごいんだな。それでまたカムバックできたってことは本当にすごい、なんていうんですかね、すごい心を持った人かなっていう印象ですね。絶望の淵にいる村田を支え続けたのはやはり佳子夫人であった。時間をかけて治せという村田が上部博士から言われた言葉を常に思い起こさせること、それが佳子夫人の課題であった。手術後初めてボールを握った時、1メートルも投げられなかった右腕は周りの温かい眼差しの中、徐々に復活への道を歩み出した。キャンプイン、ボールが日増しにスピードを増す。キャッチャーミットに快音が響く。村田のボールがよみがえりつつあった。村田兆治完全復活の日がやってきた。4月14日の日曜日、あの手術から2度目の先発登板の日であった。6対2とリードして迎えた最終回、村田の155球目はセカンドゴロになってファーストミットに消えた。村田復活、サンデー兆治誕生の瞬間である。この年村田は17勝を挙げ、見事カムバック賞に輝いた。村田さんとの、思い出っていうのかな、強烈な思い出っていうのは2つあるんですけども、ちょっとこれで僕が入った2年目の時だと思うんですけどね、ちょうどあの頃玉川で練習してる頃にたまたまフリーバッティングで村田さんが放ってくれて、その時に2球でバット2本打ったっていうのが非常にいい思い出っていうのかな、すごいなっていう、プロのピッチャーってのはこういうもんなんだなっていうのをなんか肌で感じたっていうか、それとちょうど村田さんが肘手術してサンデー兆治って言われてる頃に西武戦で僕がちょうど2本その日にホームラン打って、村田さんの勝ちに貢献できたっていうのが村田さんに対する非常に何ていうのかな、強烈な思い出っていうのかな、それは今でも頭の中に残ってるっていうか、そんな感じです。これからユニフォーム脱いでも野球界で残って仕事するんでしょうけども、またなんていうのユニフォームを着れる時に今度の指導者としてどういう野球をやるのか、それを目の当たりに見たいと思うんで、とりあえず現役のユニフォームは脱ぐでしょうけども、一日も早く指導者として村田兆治っていう人間の姿をもう一回見たいなと思います。本当に長い間お疲れ様でした。投げるボールに手術前の威力はもうない。しかし村田は自分のピッチングを曲げようとはしなかった。そんな村田の情熱は200勝より先に2000奪三振をもたらす結果となった。ツーストライクワンボール、あと1球です、あと1球です。昭和57年の5月15日に肘を痛めまして、翌58年の8月23日フランク・ジョーブ博士によりまして肘を手術してもらいまして、奇跡の復活、それから44勝目、200勝が目前に迫っています。3度目の挑戦、村田2エンドランからラストボール、外角打ちました、詰まっているショートゴ、ショート待って取った、一塁へ送る、一塁アウト、試合終了、試合終了です。この瞬間村田兆治投手の200勝が達成されました。40歳を迎える今年、村田はキャンプの初日からチームに合流した。しかしフリーバッティングへの初登板は2月末とスロー調整、全てを開幕に凝縮させるためのスケジュールであった。4月8日、
村田兆治は5年連続13回目となる開幕のマウンドに満を持して登った。豪打のブルーサンダー打線を11奪三振2安打に抑えての完投勝ち。この時村田の今シーズンでの引退を考えた者は一人もいなかった。記念すべき600試合登板、以前のマサカリ投法が帰ってきた。村田は何かが吹っ切れたように投げた。首位独走の西武打線が手も足も出ない。結果は開幕戦以来の2桁三振を奪って今シーズン初完封勝利。村田健在を証明するピッチングのように見えた。しかしこの時村田は全てを決めていた。試合後初めて引退をほのめかす言葉が村田の口から漏れた。村田が辞めていくというより引退するというのはもう5月6月頃からねちょっとそういうような兆しが出てたし、そしてその踏ん切りがついて今年で終わりだという踏ん切りがついてからね、随分また投げ方が変わってきて、結局プレッシャーが取れてきた時のこの姿がね、本当に逆に元の村田兆治に姿を戻すというか、それを見てると皆さんがいやもったいないもったいないと言いながらでも本人はもう精一杯、投手という職業をね全うしたという感じがするね。だから、もうあの苦しみはね少し早く、楽になったじゃおかしいけど、本当にそういう意味でよくやったというもうピッチャーとしての鏡だね。だからそういう意味ではいい潮時じゃないの。いい潮時。ユニフォーム姿っていうのは本当にもう何回も見てませんし最後になると思いますのでね、その姿をこう心に焼き付けるために見に行くっていう気持ちで今おります。スタンドを傘の花が埋め尽くしていた。最後のユニフォーム姿は雨に濡れていた。いついかなる時も全力投球を貫いてきた村田兆治、その最後の登板が雨の中の全力投球であるのもまたこの男らしいのかもしれない。最後の最後まで村田は村田らしくストレートにこだわった。コウ・コールドで10勝目、通算215勝を飾った。3331回と3分の1、村田兆治は二度と登らないマウンドを降りた。私は本日をもってマウンドを降りることになりました。私の人生の喜びも悲しみも全てこのマウンドの上にありました。絶望の日も挫折の日もありました。その挫折を超えて23年という長い間投げ続けてこれたのは、ひとえに皆様のおかげです。心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。村田の勇姿は時代を背負う若者たちの心に焼き付いた。今
今一番尊敬できる投手は誰だって言われたらやっぱり村田さんっていうね名前が挙がりますし、とにかく一生懸命やってましたんで、ね、そういう姿は本当に勉強になりましたんで、まあ今後の人生に生かしていきたいなと思ってますんで、ね、やっぱり投げれなくなるまで投げてたいですからね。そして村田自身にとっても新たな旅立ちが待っている。やはり次の人生のスタートですから、ある意味ではなんていうのかな、悲しいとかそういう気持ちじゃなくて、さあ次頑張りましょうって、これからまだ長いですから、これから先頑張っていきましょうってこう声かけたい気持ちですね。不屈の魂が生んだマサカリ投法はもう見られないのである。